よいしょ。はい、こんにちは。イズマイホーム田辺です。今日もよろしくお願いします。ちょっとこれが気になりますね。今日は、少しちょっと変わったアングルからお届けしております。まあ、どういうわけかと言いますと、まあ、店内を、見ていただきたいなと思って、こういうふうに、こういうアングルで作っております。何を見てほしいかと言いますと、デザインですね。簡単に言いますと、まあ、デザインは、建物のデザインもそうですね。ライフレーベルのゼロキューブウェアハウスを、モチーフと言いますか、ウェアハウスの、建物を使用した、事務所となっております。モデルハウスを兼ねております。そして、こうしたテーブルや椅子などの、備品ですね。こちらは、和歌山市中之島にある雑貨屋さん、カーサさんのチョイスによる、お店作りとなっております。非常に、センスのいい家具を、入れていただいております。ぜひ、一度見に来ていただければと思います。不動産のご相談がある方はもちろんですし、そうでない方も、まあ、どんな家なのかなと思って見に来ていただければと思います。本当お茶を飲んで帰っていただくだけでも構いませんので、見ていただければと思います。軽い簡単なお話ですが、今日もありがとうございます。これで終わります。まあ、とにかく一度見てほしいというのが、今回の内容です。まあ、弊社は当然、まあ、お知りもしませんし、別に、話があればご相談にも乗りますし、ただ見に来ただけ、何も聞くこともないというのであればもうひたすら一方的に喋りますというのは嘘です。では今日もありがとうございました。失礼します。